高麗堂プレゼンツともくるラジオ、今日も友が来る。どうも皆さんこんにちは、ようです。こんにちは、かのこです。はい、第4回のともくるラジオですけれども、今回はゲストさんにも来ていただいてます。ゲストっていうのは、まあ、タイミングが合うときに、まあ、ゆるっと呼んでくる感じでイメージしてるんですけど、まあ、何かその人なりの企画を用意するという形になるかなと思っております。で、今日来ていただいた記念すべき初ゲストですね、はムーさんです。よろしくお願いします。こんにちは、ムーです。よろしくお願いしますということで、今日は3人でワイワイガイガイしていきたいなと思います。じゃあいつも通り趣旨説明から入りましょうか。はい、このラジオでは他の企画ではあまり話せないようなあれやこれやを3人でゆったりと話していて、高麗堂の雰囲気を伝えられたらいいなと思っています。はい、まあ、こんな感じでゆるく話していきますけれども、その中で高麗堂のイベント情報なんかもお伝えしていきますし、今回はムーさんが来てくれたので特別企画も用意しておりますので、ぜひお聞き逃しなくということで、最初のコーナー入りましょう。普通のお便り。今回もたくさんのお便りをいただきました。ありがとうございます。じゃあ1通目からいきましょう。最初の方ですね、あのこれね、ちょっとちょっと珍事が起きまして、あのいつもね Google フォームでアンケートもらってるんですけど、あのなぜか高麗堂にあの紙のハガキが届くという事件が発生しましたので、じゃあそちら紹介していきたいなと思います。はい、じゃあハガキの方から、背景ジョジョさん、トモクロラジオ様、白露の子、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。勝てないつもともくんラジオ楽しく拝聴しております。ありがとう。我々は四国で道後ビールを飲みながら三月月を丸読みしました。三月月丸読み、ね、渋いです ね。皆さんは子供の頃印象的だった教科書の話はありますか？なかったら好きなビールのベール好きなビールの銘柄を教えてください、はい、ケーグ、流浪の旅人一同ということです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、あのこういうことするやつ誰だよっていうね、ちょっとあの顔が思い浮かぶようですけれども、道後本線でね、あの三月期の丸読みというのが、あの実は私もそこに してたんですが、トラがトラが、うん、そうそうその声は、その声は、あの我が友李朝氏ではないかっていうのを、ね、やってて、丸読みってね、あの、ま、やったやった、ま、丸で読み継ぐやつ、うん、あの学校、小学校とかでよくやるやつ、ね、あの一文一文で、あれやらなかった、やったことない。あ、本当に、うん、そうなんだ。鍵括弧の中の丸は引き継がれるよ。そうなんだ。鍵括弧あの行くんだけど、あの字の文の丸で行くから、うん、あのなんか会話文が続くとずっとその人が言わなきゃいけないんですよ。そう、なのであのラッキーのやつは雨だとかで終わるっていう、そういうやつ、学校でよくあるあるのやつですね、うん、をなんかなぜかね、あの愛媛のエアビーの家の中でみんなでやりましたけれども、まあお便りの中身なんだっけ、教科書のお話、ああ印象的だったやつ。そうね、なんかありますかお二人。私やっぱルロイ修道士じゃないですか。ルロイ修道士って何ですか。どんな話かは覚えてないんだけど、ルロイ修道士っていう方がいて、うん、その人がなんか指をクロスさせる話、うん、指をクロスさせる話なんか分かるのそれ。多分なんか意味があるんでしょ、ハンドサイン。いや、なんかグッドラックとかなのかな、分かんない。へえ、人差し指と中指、確かそう、なんていうのかな、ラジオだと伝わらないね、人差し指と中指をクロスさせる、うん、でさよならみたいな。へえ、全然違うかもしれない、タイトルも覚えてない。それっていわゆる宗教的な何か意味がわかんないです、うん、全然わかんないじゃん。 OK、 なるほどね、そうなんだ。ちなみに私はあのセロ引きの豪州がね、うん、懐かしくって、あのモンゴルのお話で 馬の毛取ってバイオリンの作るみたいな話なんだけど、飼ってた馬が死にそうになって豪州が歯を食いしばりながらなんかしてるっていう。宮沢賢治じゃないの、セロ引きの豪州。あれって宮沢賢治で、え、なんか舞台モンゴルじゃなかった。え、全然分かった。嘘、違うの。あれ俺の記憶やばい、もしかして。セロ引きの業種はなんかこれ楽団のセロ引きじゃなくて、セロってチェロの、テロ、テロのこと、うんうん、これなんかゴーシュさんだよね、うん、え、なんで俺モンゴルだと思ってるの、分かんない、貧乏なゴーシュさんが、そう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 、なんかネズミとかと、そうそう、バイオなんか
演奏してると来るんだよ。多分そんな感じ。それあれ俺の記憶ない。俺さあれなの馬がいてさ、それで、ね、あ、スーホの白い馬だ。そうだ。そうだ。そうだ。いやーごめんなさい間違えました。あの印象に残ってるくせにタイトル間違えるって。スーホの白い馬。え、それモンゴルだよ、多分。モンゴルで。え、多分ね、笑顔も描く。赤い帽子かぶった。そうそうそう、赤い帽子、それそれそれ。そうだよね。あー、セロ引きではありませんでした、すみません。スーホの白い馬か。そうそう。みんなグダグダだよ、これ。そうだね、ありましたな。ムーさん、なんか覚えてるもうね、ほとんど覚えてない。なんかね、タロウ物語って知ってる？ハロー。知らないな。その綾子さんが多分書いてるんだけど、うん、名前だけ覚えてる。もう内容全く覚えてない。太郎がなんかするんだけど。そう、太郎がなんかするんだけどさ。なるほどね。太郎、まあとりあえず太郎出てこなかったらびっくりだよね。そうだね。あったんだ。すごい、なんかみんなさ。ビールの銘柄も言っといた方がいい。そうだね。一応ビールの銘柄言っとこうか。札幌。札幌なんだ。俺キリン一番搾り。あ、僕も札幌かな。うわ、マジか。あ、そうなんだ。私たち今手元には朝日さんがいらっしゃいますけれども、大変お世話になっております。ね、うん、素敵なことで。素敵なことでございますね。はい。ちょっとね、時間迫ってるけど、一応あと1個だけ読んじゃいましょうか。人間の言葉を喋る豚さんからいただきました。こんにちは。人間の言葉を喋って長いですが、未だに愛してるの意味がわからない豚です。今回のパーソナリティのかのこさん、ぬーさんはお二人ともアニメに詳しいとお聞きしました。今期でなくてもいいんですがのおすすめアニメなどあれば教えていただければと思います、ということでいただいております。じゃあぜひね、おすすめのアニメ今度はドヤ顔で語っていきましょうよ。アニメといえばね、ぬーさんなので。そうそうそう、はい、ということですが、今期ね、愛している関係がないかもしれない。オッケーオッケー、全然いいですよ。あの、神様になった日っていうのが、ありがとうございます。ヨガの好き。3人とも見てます。そうだね。まあ、いいですね。あの、うん、いや、ものすごく笑えるところもあるし、そうそうそう。今回だんだんこうなんか深刻な話になっているのかもしれないんだけど。うん、いや、なるでしょうね。なんか伏線っぽいとこいっぱいいますね。めちゃめちゃ伏線っぽい。もともとはあと30日で地球が滅びるっていう話もから入ってるけど、ね、あれ、うん、ひなちゃんが言うこと当たるから多分そうなんだろうなぐらいまでしかまだ我々も知らないっていう状態で、うん、多分これが出る頃には第4話ぐらいまで公開されてると思うんですが、ね、今あの基本的に第1話ぐらいのテンションで喋ってるんで、うん、はい、かのこさん何かありますか？私、今期じゃないんですけど、もう僕のヒーローアカデミアというやつが非常に好きですね、うん、もう今ジャンプで連載されてる部分もすごく熱くて、春から5期がやるので、ちょっと見た方、うん、話しかけてくださいという。見た方、話しかけてください。はい、お願いします。5期。そうか、俺ちなみにどんな話だかちゃんと知らないんだけど、簡単に言うとどんな話ですか？もうみんなこの世界に生きる人たちは何かしら、うん、例えば火を吹けるとか、うん、体の半分が凍るとか、特殊能力、個性って言われるものを持ってるんですね、うん、はい、でその個性を使って悪いことをするヴィランっていう人たちもいて、それをこう取り締まったりするのが個性を使って人を助けるヒーローっていう存在、うん、でその最強のヒーローを目指して無個性、個性を持ってない男の子がこう頑張っていくみたいなお話ですね。王道ジャンプ。王道だね。そう、うん、無個性でも戦えるんだ、ちゃんと。うん、実はちょっといろいろあって個性持つんだけど。あ、持つんだ。まあ、よかったね。そう、まあでもいいんですよ、非常に。うん、そうかそうか、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとね、時間もあれなので今回はここまでということで、今後もあのたくさんお便りお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。以上、普通のお便りのコーナーでした。こんな本知りませんかっていうのがいつもの流れなんですけども、すいません、今日は、特別企画をやるっていうことで、このコーナーは一回お休みをさせてください。あの、なので次回も引き続き旅行気分を味わえる本とか、旅行に行かなくてもいいやってなるような本を募集してますので、よろしくお願いします。ちなみに、ムーさんとかかのこさん、何かおすすめありますか？まあ、旅行に行った気分になれるということで、うん、まあ、ドクトルマンボ公開記とかいう言い方とか、あの、小説ではないです
エッセー、北森夫さんが船員としてマグロ調査船かな、環境庁のマグロ調査船に水産庁乗り込んで、日本からヨーロッパをこう往復した時のそれの、まあ、どんなことが起こったかみたいなエッセーなんだけど、ただね、半分ぐらいはホラ話の半分ぐらいこの空まだ創作みたいな感じなんで、なるほど、なんか小説読んでみたいなところもちょっとある。ホラ話と小説って何が違うんですかね。今は同じだよ、ね、同じだよ、ね、基本的にエッセイのホラ話と小説って結局すごい近そうだけど、なんか、まあ、でもそういうジャンルになる。じゃあ東南アジアの街とか、ヨーロッパの街とかにの、雰囲気とか味わいますね。そうそう、面白そうですね。なんか詩小説とも言えず、エッセイのホラ話なんですよね。いやこれめちゃめちゃ面白いと思う。なるほど。かなこさん何かありますか？私はですね、西かなこさんの舞台っていうやつがいいかなと思って、なんかその青年がこう憧れのニューヨークを旅する話なんですけど、その旅行1日目でパスポートの財布全部盗まれちゃうんですよ。でもその青年はちょっと自意識が過剰で、その自分が物を盗まれたってことを誰にも言えずに無一文のままその旅行を過ごすっていう話なんですね。へ、なんか現代の人間失格みたいな言われ方もしてて、あ、そうなんだ、かなり心に来るものがあるので、それは気になりますね。人間失格大好き人間なので、あ、じゃあ一緒かもしれない、ハマるかもしれない、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今お二人から2冊紹介していただきましたけれども、皆さんも思いつくものあったらぜひお送りいただければなと思います。ということで、じゃあその特別企画、今回ねやるやついきましょうか。文学フリマに出展します。実はムーさんはこの蓬莱島とは独立した形でお話企画という短編小説をみんなで書こうぜっていう企画を運営されています。イエス。私もヨウさんも割とよく参加しているんですけども、今回はそのお話企画の一環で11月に行われる文学フリマ東京に出展することになったんですね。で、そのご紹介とそれにまつわるいろんな話をしていきたいなと思っています。はい、ということで、まずは文学フリマっていうのは何なのっていうところと、ムーさんたちがどう参加するのかっていうところをちょっとムーさんに紹介していただこうと思います。まあ、文学フリマっていうのはですね、一言で言うと文学同人誌の展示即売会ですね。要するによく漫画で言うコミケみたいなものです、で、プロからアマチュアまで非常に、たくさんの人が参加してて、東京で行われるものだと大体1000店舗、来場者数も6000人ぐらいの結構大きなイベントですね。で、今年はちょっとね、コロナの影響があって、700店舗ぐらいに抑えるっていう話になってるんですけど、そうなんだ、はい、今年の、11月の22日にの日曜日に東京流通センターっていうので、浜松町から羽田に行くそのモノレールがあるんですけど、そのモノレールの途中に駅にあるところにやります。なるほど、はい、そこで今回は、僕たちは、防洋会っていう名前のですね、で出展することになってます。昨年も秋の文学フリマに出展して非常に楽しかったので、今回も改めて出展しようということになりました。ちなみに、はい、防洋会ってどう書くんですか？ですね、防、なくすの上に、草冠、っていうやつと、要は羊です。で、貝は、古い、貝っていう字なんですけど、羊を、もともとその防洋会っていうのは読書防洋っていう四字熟語があって、そうですね、そこから取ってて、羊飼いが羊を、放牧してる時に暇なんで本を読んでいったら、それに夢中になりすぎて羊を逃がしちゃったっていう、そういうちょっとおまぬけな話から来て、でそれから名前を取ってるんですよ。今回は小説自体は蓬莱堂もたくさん会員がいる、読書メーターのところで、公募してまして、で書きたい人を募って書いてもらってて、30名の方に参加してもらってます。すごい、はい、すごいことですよ。で、私とか、陽さんもかのこさんも書いてもらって、もう原稿は全部もらってて、で防洋会その編集チーム、これも僕とか陽さんとか、あと先月のマンスリー、パーソナリティだった藤原さんとか、あとこれを先月ちょっと名前だけ出てた落とし穴賞ですね、のお二方とかと編集をして、で、知ってました。はい、
という感じですね。はい、ありがとうございます。そう、あの実は先日あの編集作業もある程度まあ目処がついてきてですね、これから製本等をやっていこうかなという段階ではございますが、まあ、11月22日間に合うようにみんなで準備しておりますというところですね。じゃあここからはその今回の文振りに向けてまあフリーに喋っていきたいなと思っているんですが、その小説企画に関わるようなお便りが届いていたというところがあるんで、そういったものも紹介しながらちょっとフリートークしていければなというふうに思っております。トモクルネームかわいい犬さんからいただきました。はい、こんにちは。いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、小説企画に参加されているヨウさん、ムーさん、かのこさんに質問です。タイトルを決めるときにこだわっていることはありますか？ありますか？私はいつも書き始めてすぐに決めてしまうのですが、悩んでいる方が毎回多いのでこんな簡単に決めていいのだろうかと不安になっています。皆さんがどのように決めているのかぜひ教えてください。今後の作品も楽しみにしていますとのことです。はい、ありがとうございます。タイトルね、確かに俺は結構悩む側なんだけど、二人ともどうですか？どういう風に決めてますか？すぐ決まる時とものすごく悩む時と両方あります。なるほど。それはじゃあやっぱ決め方がある程度あるからっていうことなんですかね。どういう風に決めてます？どういう風にか、たくさん 何個も書き出すことは結構ある。ああ、へえ、そうなんだ。うん、でその中で良さそうなやつを最後に決めるっていう場合はあります、ね。なるほど。良さそうな基準とかあったりしますよね。難しいね。ちょっと違う話かもしれない。ある、なんかツイッターである作家さんがなんか書いてたんですけど、本最後まで、まあ、物語書くじゃん。で、書いて最後に1行付け加えるとしたら何かっていう考えた時に、それがタイトルになるっていうことを書いてた人がいて、なるほど。確かにっていうところはあったりするんだよね。おしゃれだしね。でも、そっか。そうなんだ。まあその書き終わってからじゃなくてもその最後の方に出てくる一部、うんうんうん、それがタイトルになることは割と多くて、僕も実際にそうなってるやつあるんですよ。その場合結構長めなタイトルになるんですかね。どうなんだ。そんなことないって、あの自分に出てくる一フレーズとか一単語とかって言いますか。前回の文学振り舞い出した時に僕踊るグリムアっていうのを書いたんですけど、その話の物語の最後のところにこれこれの話、この子の本はグリモアであるとかいう、そういうのが一番ある、うん、確かに俺も去年書いたやつ茶色星人っていうのを書いたんだけどあれ最後の方に確かに出てくる茶色星人って出したの。それは季節してたけども、そうか、なんかそういうのがっていう意見もある。かのこさんはどうですか？私も得意じゃなくて、得意じゃないがゆえにもうタイトルから小説を書き出す、このタイトルに合った小説を書こうみたいなパターンと、うん、そうじゃなくてもそのなんか1個モチーフとかキーワードを決めてそれをいっぱい小説の中に出していくことでそれを無理やりタイトルにしちゃって、うん、結構だからタイトル決まってからタイトルに合わせて小説を直したりとかします、うん、これも一つの方法ですね。あれいつも基本的にはタイトル決めずに書き出していって、書き終わってから、まあ、機能的にというか、うん、あのこのやっと書き上がった自分の話を見てそれを集約する一言何かなみたいな感じで決めることが多い、うん、基本的に俺タイトルあの単語で済ましたい派なんですよ。あ私もそっち派かもしれない、うん、あのはい、なかなかそうもいかない時も結構あるんだけど、うん、単語で済ましたいから、うん、この自分が書いた、まあ、1万字なら1万字の文章を一単語で表したら何かみたいなやつを最後に悩むっていう、うん、まあなので分かんなくっていつも悩むっていう自分のまとめ能力のなさに難しいよね。まあタイトルの決め方についてはまあこんな感じで、多分割と三者三様、俺とかまこさんちょっと近いところはあったけど、ね、まあ、あの割と三者三様な感じで結構人によって決め方って違うんだなというところはあったかなと思いますが、じゃあそれぞれ今回あの11月に出す用の作品ですねについて簡単に話してみますか。去年もそうだったけど、縛りがあるんですよ ね、 そうですね、我々が書くやつって、はい、あの最初にあの、まあ、今回もそうだけど3つ違うあの縛りを設けまして、うん、でそれ に、まあ、沿って、話を書いてもらうみたいなことをしてるんですよ、ね、うん、
まあ、3つ1つは、キャラ縛りって言って、うん、あらかじめこう何人かのキャラをもうこちらで用意しておいて、でそれをキャラを使ってくださいって言って書いてもらって、それからもう1つは、2つ目は舞台縛りって言って、うん、これこれの舞台、今回で言うとあの店のカウンター席っていうカウンターの出てくるようなその場所での話を書いてくださいっていう、うん、で3つ目がテーマ縛りで今回やったのは一生の不覚のお話を書いてくださいっていう、うん、この3つ のテーマ縛りで書いてくる、はい、でそれぞれ僕はキャラ縛りで書いてて、私は一生の不覚、私も一生の不覚っていう感じですね。ちなみにまあ多分中身については多分話さない方がいいんだと思うんだけど、ね、うん、ちょっと書いた、まあ、感想というかその作品に対する意気込みじゃないけど、なんか意気込みじゃないけど、なんかありますか、思い的な、そうそう、思いみたいなやつ、なんかね、今までになくすごい自分に近い小説を書いてしまったっていうみたいな感じがして、すごいね、気恥ずかしいのよ。そうなんだ、そうだ、わかる。すごいムーさんニヤニヤしてるの。いや読んで、もう読んじゃってるから。あ、なるほどって感じですか、うんうんうん、そんな感じで。なるほどね、うん、俺今晩読むんだ。あ、そうだ、恥ずかしいな。そうか、うん、ムーさんどうですか、自分の。僕ね、もうね、最初募集するときに、まあ、人数が大体均等になるようにってしようと思ってて、で自分自身は、まあ、どこに行けてもいいようにって思って書いてて、うん、書こうと思ってて、すごい、キャラが、カウンターで一生の不覚するような話を書いてやろうかと思ってたんだけど、すごいすごい、それに決まった後それに引っ張られて、あ、なるほど、なかなかまとまらなくて、うん、でっていうちょっとそのところはあります。なるほどね。そうか、逆に万能にしようと思ったらっていう、そうそうそう、どっちつかぶみたいな、そうなんだ、うん、なるほどね。私はね、この前半年前ぐらいの、もうもっと前か、去年のクリスマスぐらいかに、うん、書いた本話からずっと続編で書いていて、ちょっとなんかね、ちょっと個人的なチャレンジで長編を一個書き上げたいと思ってるんですよ、この企画を通じてね、うん、で一応長編のこの間ね、オチまでねできたんですよ、プロットが、すごい、プロットが、でそれで刻んでいくと、うん、今回でやっと起承転結の木が終わる。おお、結構じゃあ大長編、すごい、うん、結構まだまだかかるっていう感じだね。超大作だ。そう、天がマジでまだ浮かんでないんだけど、ケツは浮かんだっていう、なるほどね、そんな感じになってます。なのでちょっと今回そんなに話の動きは大きくないんだけど、まあ、なんかもしね、物好きな方がいたらその辺全部追っていただけると嬉しいななんて思ったりはしてますね。はい、じゃあそろそろ時間も迫ってきたので、ここいらで締めたいと思います。じゃあ最後にムーさん、視聴者の皆さんに向けて一言お願いします。はい、今ですね、ブックショメーターと、それからツイッターの方で、今回のまあ30作品の冒頭試し読み企画っていうのをやってます。だいたい平日に1日1作品の冒頭をまあ公開するっていうような形でやってるので、ツイッターだと、アットマーク防用会でまあ検索してもらえれば出てきますので、まあ、一度読んでみていただけると、その参加者の皆さんの書いてるお話の面白さっていうのが、冒頭だけで分かってもらえると思うので、興味が湧きましたら、読んでいただいて、で、まあ、会場にも来て、見に来ていただけると嬉しいです。文学プリマーズ、たくさんのサークルが出展されてますので、そこで、あなただけの面白い本に出会うことがきっとあると思いますので、来ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上、特別企画文学フリマに出展しますでした。読書トーク。はい、ここからはまたいつも通りですね。このコーナーでは皆さんからいただいた読書に関するテーマについて3人でゆるゆる話すコーナーでございます。毎回1つか2つ程度お便りとともに話していければと思います。ということで、じゃあ1通目のお便りいきましょう。はい、トモクルネームルナさんからいただきました。はい、いつも楽しいラジオありがとうございます。今回のマンスリーパーソナリティであるカノコさんといえば、ネタバレは万死に値するの決め台詞が有名ですが、私はちょっと言いたいことがあって、
私はミステリー小説の感想を書く際、これはネタバレになってしまうだろうかと不安になることが多々あります、かのこさんが感想を書くときに特に気をつけていることがありましたら、ぜひアドバイスをお願いします、ということです、まず言いたいんですけど、ぜひ言ってくれ。あのネタバレ話に値する決め台詞じゃないですか。なんだっけこれ、でもあれいつかの大規模会の時に座右の銘的な形で募集したんだよね。そう、座右の銘でみんながなんか読書に関する座右の銘って、そうみんながなんかすごい本読むの素晴らしいねって書いてる中で、私だけネタバレを話に値するって圧がすごくて脅迫みたいになって、圧がすごかった。あの時はかっこよかったよ。でも決め台詞じゃないんですよね、だからこれは、まあ決め台詞ではないが、田中さんの座右の銘ではあるという、まあそれは否定しない。はい、ということですな。そういうことです。まあ、じゃあルナさん、ちょっと決め台詞ではないというのがちょっと金子さんのなんかこだわりらしいので、ちょっとそこだけ。いや、言ったことないじゃん。確かにビシッビシッって、そうネタバレは万死に値するって。やばいやつ、ズボンみたいなのやってないから、別になんか意義あり的なあれではないもんね。そうじっちゃんの何かけて的なやつ。確かにちょっとやってほしいけどね、それでネタバレ野郎をどんどん駆逐していくさ。それネタバレじゃないですか。読書会でこう、かのこはネタバレを許さないっていう花火かけそうじゃない。かけそう、嫌なやつだよ。なんだっけ、感想拡散に気をつけてること。ネタバレの基準みたいなところですよね。そう確かに難しいもんね。そう、私ミステリーはね好きで好んで読むですけども、まあ、感想を書くとき困るんですよ、すぐなんかどんでん返しっていうのが、例えばもうネタバレになるよっていうタイプの人もいるし、そういう言葉は使わないようにしてて、なんかこれから読む人の楽しみを一切奪わない書き方をしたいなと思ってます。わかる。なんか真相とかトリックとか犯人に関係なくても、それをしちゃうことでそのミステリーを読む楽しさを少しでも奪っちゃうようなことは絶対したくないなっていう感じかな。なんか基本的にだから、その出版社のホームページのあらすじに載ってることまでは OK だろうみたいな基準で書いてる気がしますね。なるほど、公式情報。そう公式情報みたいな。あれじゃない、たまに言われるのがさ、公式がネタバレしとるやんって。あ、そうでもね、あれさ、俺すごい分かんなくてというか、気持ちは分かるんだけどさ、なんかそこでどう判断したいのかすごいいつも迷ってて。あ、でも、あ、たまになんかそこまで書いちゃうのってこと書いてるとかあるよね。そこ書いて、せっかく出した作品の楽しみ、ね、1割削れてないですかっていう。そこは良くないよね。良くないなんだろう、難しいですよね。もう基準も本当違うし、裏表紙のあらすじを見たくないって人も多分いると思うし、難しいところではありますね。かなり個人によってネタバレの基準ってバラバラというか、それはあるよね。まあ、そう。ちなみにムーさんはそういうので普段気にしてることとかあります？ネタバレ。それこそ読書メーターっていう媒体だと、ネタバレっていうチェックボックスがあるじゃないですか。あるね、感想とかやるときに、そこをつけるかつけないかの基準でもいいと思うんですけど、なんかありますか？いや、そうね。あんまりね、気にしない方なんだよね、書くときね。で、まあ、もともとあんまりそのあらすじ的なことを感想に書かないんですよね、私。なのでそこまでいつも気にしてないですね。怒ったことに対して自分の感情を書いちゃって、後で読んでどんな話だったか思い出せないっていう感想が多いので分かる。でも、あ、それは分かる。まあ、読むジャンルにも違ったりしますよね、多分。そうね、多分永遠の悩み、かも。正直俺はなんかもう本当に人によって違いすぎるから、もう 100% 自分基準で決めちゃってるけど、なんかもうこれはネタバレじゃないと思って書いてるけど、ネタバレだと思うんだったら見ないでぐらいの、まあそうだよね、気持ちで書いてすまんなぐらいの感じだって。言っても、まあもちろんそれこそ自分が書いてるのがその読書メーターっていう、みんなが感想を共有することが、まあ、ある意味目的になってるような媒体だからこそ、見るもんじゃんっていう、見たくないなら見なきゃいいじゃんぐらいの気持ちで、ちょっと乱暴かもしれないけど、ただまあ俺の中で、これはネタバレじゃないよと、この本のネタはこれとこれとこれだと思うから、そこに関しては触れないようにするとかいう風な気持ちで、まあやったりしてるっていうところはありますけどね。はい、ま
結局確率的な答えは多分出ないと思いますが、まあ、かのこさんが考えてることはれなさんに伝わったんじゃないかなと思います、うん、決め台詞じゃないよってことそっち、ね、そこ分かってもらえればそこ重要だもんね、とりあえずいいかなそこ重要だよね確かにありがとうございます。すみません、じゃあちょっとね、時間が今回ちょっと押してきちゃってるので今回はこれで以上にします。本当はもうちょっと読みたかったんですけど、すみません、ちょっとここでおしまいにしたいと思います。じゃあ次行きましょうね。以上、読書トークでした。トモプルラジオインフォメーション、フォーライドに関するインフォメーションをいくつかお伝えしていきます。まずは、10月のイベント実績になります。だいぶね増えてきたのでちょっと駆け足でいきますね。まず10月4日黙々会、これはあのみんなでただ黙々と本を読む会ということですね、やりましたと。でそれから10月10日に、アトリエリーブル読書会というのがございまして、こちらの蓬莱堂会員のモッチーさんという方が主催をしている読書会でございます。基本的にはあのこちら平日に行って平日休みの人たちを集めようぜっていう会になっているんですけれども、ちょっと今回は特別企画なのか分かんないですけど土曜日に開催をしたと。で、まあ、芸術をテーマにいろいろ本紹介をしたということでございます。でそれから10月18日日曜日、男子会ということで蓬莱堂の男性メンバーだけの集まりで、あのなぜか本棚を作るという力仕事をさせられるとかあとは普段できないような話、まあなんか、うん、正直ちょっと私行けなかったのであれなんですけど、なんか男っぽい恋愛話とかをしたっぽいです。気になるな。気になるね、うん、はい、です。でそれから、10月24日ボードゲー会を実施しましたと。これはまあいつも通りですね、あのいる人でボードゲームやろうぜっていう会です。それから10月25日蔵書管理作業ということで、こちらあの何回か前1回目か2回目のラジオでお話ししたかと思うんですけど、蓬莱堂会員の渡辺さんという方が蓬莱堂の蔵書管理システムを作ってくれてるんですね。でそこにあの蔵書を登録していくと、まあ、整理してジャンル分けとかしてっていう作業を25日やりましたというところでございます。でこの公開している本日ですね、10月31日に主演&読書会のハロウィン会というのを実施いたしました。ハロウィンに関する本を紹介したりとか、あとはただ酒飲んで本の話してワイワイするという会でございました。はい、まあ、そのテンションのままお話をしているとご理解いただければと思いますというところですね。はい、これが10月のイベント実績でございます。次は11月のイベント予定です。現在11月に予定しているイベントは11月1日黙々会、11月7日20代30代読書会仲間オフ会初心者会、11月14日製本会、11月21日ボジョレヌーボー飲む会、11月23日ご飯のお供のお供会の5つです。他の日はフリースペースとなります。このうち20代30代読書仲間オフ会というのは、非会員の方にもぜひ来てほしいと思ってます。趣旨としてはあの初心者会って名付けているので、読書会に参加したことがあまりない人って、まあ、いきなり知らない人たちばっかりのところに行くのって怖いじゃないですか、うん、あの私も初めて行くときは本当に怖くて、あのやばいやつしかいなかったらぶん殴って帰ろうと思ったんですけどあのそれぐらい怖いと思うんです。でしかも行ったらみんな仲良しで自分だけ初めましてとか、うまく輪に入れなかったらどうしようとかすごい怖いと思うんですよ。なんかそういう場に行くのってすごい勇気がいることだと思うんで、あの今回やる初心者会っていうのはそういう方たちが、まあ、できれば極力その参加ハードルを低くなるような会として設定したいなと思ってつけた会です。まあ、基本的にその初心者の方だけが参加していればその仲間内でコミュニティできてるよってことはないというか、まあみんな初心者なんでねということになるので、あのそこの懸念は少し払拭できるんじゃないかというふうに思っています。まあなんか初心者っていうとなんか上級者がいるみたいに聞こえますけど、要はあの参加者の大半がほとんどその読書会経験ないですっていう人だったらみんな来やすくなるんじゃないかなという気持ちでやってます。まあ、ただ一応その蓬莱堂とかそのジョジョさんそのものにまあ慣れてる人がちょっとはいた方があの何かとねその進行等便利なのかなということで、今回は私とあとミヤさんですね、よく動画にも出てくれてるけどの2人が参加するという形になってます。まあぜひ皆さん仲良くしてください、お願いします。ということで、あの今まで読書会とかあんまり参加したことないぜっていう人は特にですね、あのぜひ来てみていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回のラジオはこれで終了ですが、かなこさん、みおさん、ちょっと喋ってみていかがでしたですか。
はい、そうですね。なんか楽しかったのでまた出れるといいなと思いました。はい、なるほど。シンプルな感想でありがとうございます。皆さんは初めてのゲストっていう感じで呼んでいただいて、うん、芸能人がそのなんか作品が告知するみたいな感じで多分来たんですけど、告知できてるっていうか、うん、楽しかったです。ありがとうございます。そういう、まさしくそういう位置づけでございました。はい。ではですね、今回いつも今月の一冊っていうのを紹介して終わってるんですけれども、今回はゲストにムーさんも来てくれてるので、かのこさんとムーさんからそれぞれ一冊ずつ紹介してもらいましょうと思っています。じゃあまずかのこさんからいきましょうかね。はい、私からのおすすめの今月の一冊は、常川幸太郎さんの秋の牢獄という本です。うん、これはですね、大学2年生である私が突如として11月7日に閉じ込められてしまうという話で、永遠とその日を繰り返してしまう。話エンドレスエイトってことかな、話らしいですというのも、はい、なんか読書メイトだとなんか11月7日にこの本を読もう的なブームみたいな結構あって、私も11月7日に今年こそこれを読もうと思って準備はしてるんですよ。そういうことで、まだ読んでないっていうので、一緒に皆さん11月7日に閉じ込められませんかっていうお誘いを。いいですか。そうそう、読んでないので理由があるんです。よかった。ちょっともうなにわらさんとは違う。わかりました。ありがとうございます。じゃあムーさんお願いします。はい、僕からのおすすめコメントの一つは、森橋凛吾さんのこの恋とその未来っていうのの、ちょっと卑怯なんですけど、これ 6冊シリーズの5冊目、おー2年目秋冬っていうことで、なんですけど、話としてはライトノベルのレーベルなんですけど、扱って大体はライトノベルとちょっと違う、普通は扱わない題材で、性同一性障害の女の子に恋する男の子なんです。で、まあ、高校生の話なんだけど、1年目、2年目、3年目っていう感じで、話が続いていくんですが、ものすごくライトノベルにありがちな、こう、なんか、茶化したり、ラッキースケベみたいな、そういう展開があんまりなくて、本当にこう真摯な感じで、男の子がそういう女の子を好きになっちゃうんだけど、でもそれは許されないので、悩んでどうするかみたいなところがずっと続いていて、でこれの前の巻で、その男の子がその性同一性障害の女の子のことを、好きだっていうのはその子にバレて、でちょっとそれまでの関係が全部失ってしまって、でどうするかって、そこからでも日常は続いていくからどうするかっていうのを話がここで始まって起こるっていう、そうなんです。でも高校なんで、例えば文化祭の話があったりとかね、そういう形の、秋のイベントがあったりするんですけど、あんまり当然、出版してる時は人気がなかったらしくて、この間で打ち切りになるか なりそうだって作者が後書きで書いてるっていう、出版社となんかこうメモリするってきること、でなんで、ね、みんなこう読んでる時に、あもう出ないのかと、最後どうなるか分かんないみたいなと思ったんだけど、なんとか最終巻まで、この次の巻が最終巻だったけど、最終巻まで出て、みんなほっとこう読んでたものは安心したって、あよかったと思ったって、そういう話。あ、そうなんですね。まあちょっと長いですけど、秋の枝が読んでくる関数があってないです、ちょうど、秋冬編ということで、秋の枝にもぴったりなんじゃないかと思います。じゃあここで終わっていきましょう。次回のマンスリーパーソナリティはつみれさんの予定です。このラジオでは皆さんからのお便りをすごく待ってます。今募集しているのは、いつも通りですね、普通のお便り、こんな本知りませんか、読書トークの3種類です。これから募集内容が変わる場合は、読書メーターや Twitter、Instagram 等の各 SNS でお知らせ流すのでご確認ください。が、今回はちょっと都合が申し訳ないありまして、皆さんこのラジオを聞いたらすぐにお便りをください。すぐだ、もうとにかくすぐです。すぐだった皆さん申し訳ありませんが、ご協力をお願いいたします。ではまた次回も聞いてくださいね。バイバーイ。